こんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ、今回はですね、ピアニスタの新ガチャ、有料の新作ガチャ、今月最後です。こちら、冬桜かなのスノーフォックスという、新しいガチャが出たので、早速回していきたいと思います。で、今回はですね、金付けが4枚あるんですけど、これもガーデンで、そうですね、交換して、5枚にするっていうのもありますし、あとは、ログインボーナスで、最後の日にちかな?最後に金付けが1枚もらえると思うんですけど、それを待って回すっていうのもありかもしれないんですけど、とりあえず、3回、結構ね、このガチャ、私好みなので、3回、その購入特典をもらいたい、欲しいので、3回回そうかなと思います。で、今回はですね、男の子をちょっと見てみたんですけど、やっぱり女の子を今回3回回して、男の子はまた余裕ができた時に、ちょっと回そうかなと思ってます。で、アイテム一覧一応開いてるんですけど、もうどれも、もう被ってもいいんで、全然、何でも出てほしいです。でも目はちょっとやっぱり SRR どっちでもいいので狙いたいのと、服はやっぱり重要になってくるのかな。髪の毛は似てるのがあるので代用できるとはいえ、髪の毛も狙いたいちょっとやっぱり揃えた方が可愛いのかなと思うので、狙いたいなとは思うんですけれども、ちょっと、まあ、3回回して、どれくらい、その、被ってくるのかにもよるんですよね。あとは、ベレー帽とか鼻飾りとか、マフラーとかも、マフラー、でも持ってるな。背景もやっぱ欲しいですし、リスと同じで尻尾がやっぱり来る。あ、そうか、フォックスだからキツネ。あー、なるほど。とりあえず、まあ、3回回してどうなるかですよね。服が出るかもしれないし、目が出るかもしれないし、髪の毛が出るかもしれないし、全部撮影アイテムかもしれないし。さあ、まず1回目。これ間違えてね、金付けにしないようにしないと気をつけて回さないと危ないあー、耳はいいよあ、これは結構使えるかもしれないです。なんときも、あ、R だと、おー、え、めっちゃ可愛いんですけど、やばい、え、なんか SR より可愛いかもしれないな。あ、可愛い可愛い、フォックス、サクラスのフォックス、可愛い、ペットかな。あ、ベレー帽、ベレー帽は欲しかった。耳はちょっとおー、え、これ結構こう、あれじゃないですか。無人アートとかで使えそうな感じはします。さあ、2回目、いきます。2回目。でもまだ、あ、服出てない？髪の毛も出てない？あ、マフラー。目が出てるんですね、アバターに。あとベレー帽とかか。おー！噂をすれば。いい感じです。あ、そうだ、今回リップがね、ないんですよね。尻尾は私はちょっと使わないよ
なりに、あ、花飾り、やったやったやった、いやー花飾り、なんか冬とかだとね、やっぱりね、あ、かわいい、あー髪の毛も出てくれた。一応まあベレー帽とか花飾りとか、あとは服、目、髪の毛、とりあえず出たので、まあ本当はねここで終わりたいところなんですけど、やっぱりすごい好みのガチャということで、で、あと最後このフレームももらえてないのでラストですかね。でもあんまり被ってないのかな、はい、やめてくれー、しんぼー、しんぼね、私今ねすっごい10個くらいあるんよ、リスの、やめてくれ、トラウマだ、もう見せないでくれ。あ、ブレーボーはいいよ、ブレーボーはいいよ、あ、あ、み、まあ、まあ、耳もまだ。あ、よかった。髪の毛2種類回収できました。やっと。ね、あー、でも服、難しいな。あー、なるほど。さあ、ということで、一応3回回したので、終わります。